キングオブコントどうですか。あー、その予想ということですか。あ、優勝予想。僕らなんかが予想していいんかもわかんないですけども。いや、それ俺もそうやで。俺もね、芸歴関係なくてお前が出ろっていう話になってくんだけど、まあ一応僕、はい、コンビではね、あの2回ぐらい出させてもらって準決勝かな、ね、までしか行けてないんですけど、はい、メンバーすごい面白いね、今回あのキングオブコントのメンバー。いやー、すごいっすね。滝音っていうコンビは俺ちょっとまだ絡んだことないんだけど、同期でいうとどこや、33期さんでしょ。そうですね、33。なんか日本の社長さんとかビスケットブラザーズさん。あ、そこ同期なんや。霜降り明星さん。でもこの滝音でいいやね、滝音、はい、面白いね、ツッコミも鋭いね、なんか。そうですね、独特な新しい言葉を自分で作った言葉でツッコむっていう漫才をやられてはって、で、ボケの秋沙羅さんっていうんですけど、秋沙羅さんもめっちゃおもろいんですよね。もうなんかひょうひょうとしてる感じがもう、色だけでっていう。ちょっとあの昨日ネタチェックしたんですけど、やっぱ、はい、切れ味見ててもなんかこう、なんで無名なんやろっていうね、現時点で不思議だったんですけど。 ABC も決勝出てありましたけどね。あ、やっぱそうか。はい、漫才で、まあ、関西ではもう有名です、ね。まあそういうことか。僕はちょっとチェックできてなかっただけ、はい、で、ウルトラブギーズ去年もね、ファイナリストでしょ。はい。で、あのヤギっていうのでね、僕なんかすごいシンパシーを感じてるんですよ。いや、そんなんで可愛いですね、ヤギさん。そう、思わずね、同じ名前やから、ザオで一緒な時になんかヤギやし、なんかちょっとミニコントでも作ろうやとかとかやってましたけど、ヤギ同士で。そう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 、なんかウルトラブギーズさんのなんかその能力というか地形っていうか、その演技力と、そのなんつったんですかね、あの、うん、芸人力がなんかすごいなと思った。なんか設定とかそこまで凝ってる設定じゃないのに、その、うん、2人の演技力というか、そのね、うんうん、あれであんだけ面白くなんねやっていう、うん、じゃあコントができる2人なのね、うん、ねすごいですね、すごかったですね。で、空気階段、はい、あ、空気階段か、空気階段ね。で、東京のね、あの無限大ホールっていうのはこう、ファーストとかセカンドとかサードあるやんか、はい、あれだけのピラミッドの中でこの空気階段をファーストにずっと行ったわけでしょ。はい、ずっとトップでしょうね。ずっとトップやもんね、はい、もう吉本どんだけ面白い人おんねんっていう。いやね、今回の結果でも10組中9組でしたっけ、吉本が。うんうんうん、ギースさん、ザ・ギースさん以外全部吉本っていう。せーの、この、あのザ・ギースはあれやもんね、すごいこうもう過去から活躍して、だからもう常連校みたいなね。そうそう、はい、だから僕らがあの行けなかった時もまあ決勝行ってるし、全然。あ、もうその時から。うん、そう。で、演技力やっぱすごいし、めっちゃおもろいからね、コント。うん、すごいっすね。面白かったっすね。唯一のだから、吉本以外になるわけやね。そうですね、ギースさんが。で、GAG。GAG さんね。だから GAG ね、あのルミネでたまに一緒になるんですけども、なんかネタ合わせを僕ね、はい、本気でやってるのがすごいなと思う。ああ、毎回本気で。そうなんですよ。だからそれってなかなかできひんやん、ルミネのなんかこう、だから本気でやってるわって。ね、そして、ジャルジャル。出た。これはもうね。だって年末のライブやったっけ、108本やったっけ。8時間ぶっ通しの。前人未到すぎて。いや、やばいっすよ。想像がつかないもんね、だからもう。108本ネタを。入ってるってことですもんね。いや、そういうことや。だからもう想像がつかへんな、もうそうなってきた俺も。それでもうだってこう過去のね、もう活躍はその皆さんご存知やけど、まだでもそういう意味だ、 M1 とキングオブコント取ってないのが不思議というかね。不思議っすね。確かにそうですね。そうなんですよね。だからもうタイトルをね、今年かなっていう。そしてそこにジャングルポケット。ああ。鬼越トマホークの YouTube 見てます？存じ上げたいですけど。鬼越トマホークの YouTube 見てるんですよ。めっちゃおもろいんですよ。はい。で、5年後に媚び得芸能人リストっていうのがあるんですよ。面白いな。その設定がまずおもろいや。5年後に媚び得っていう。嫌な言い方ですね、媚び得って。
そうや、そうね。で、そこで一押しなのが、鬼越トマホーク一押しなのが、このジャンポケの太田くんなんですよ。で、太田くんはね、僕はまあ、今田さんの新喜劇でも一緒になりましたし、ロケも一緒に行ってますけど、はい、まあ、まあ、アメトークで活躍見ててもそうなんですけど、実力えぐいでしょ。そうですよね。だから鬼越トマホークいわく、この太田くんが次世代の中心になって、芸能界が動いていくんじゃないかっていうのを分析してるんですよ。すごい。例えば僕ら世代とかやったら、千原兄弟さんとか有吉さんとか、はいはい、まあそこら辺が、まあ、小籔さんとかが世代やんか。だからもう一個こう若い、うん、世代でいうと、この太田くんが中心じゃないかっていうのを、このこびとく、今こびとくべき5年後にリストで言うてるっていうのは、僕マジなんやろなって思って。なんかすごいっすね。僕らは肌で感じたことないんでわかんないですけど、だからそのリアルなんでしょうね。トマホークのその予想が本当ならば、ここでキングオブトンとって芸能界の帝王への道を一歩ずつ階段進むっていうのはありえますよね。勢いついて、そしてニューヨーク、このニューヨークは無限大の、ファースト、セカンドの初期の時のずっと1位ですもんね、ニューヨーク。もうそうですね、劇場番長というかね。劇場番長。そしてロングコートダディね。ロングコートダディは、堂前くんがね、千原兄弟のジュニアさんが関西テレビでやられてる座王で大活躍なんですよ。もう優勝常連ですもんね。まあ、うん、おもろい。もう大喜利こんな上手なんやって、おもろいんやっていうので、まあ当然全国の方知らない方多いと思うんですけど、関西ではもうこの座王の活躍見たらもうすごいの分かってるやんか。もうお笑い IQ が高いのは全員知ってますからね。でも俺はね、もうちょっと時間かかんのかなと思ったんですよ、正直。はい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 、はい、この全国に行くにはもう出たね、はい、早かったね。早いっすね、すごいっすね。早いなと思ったね。もう面白いのもうバレてんやっていうね。うん、まあ結構ずっと準決勝ギリギリ決勝行くかみたいなところまでずっといてましたもんね。うん、もうやっぱ早く、思ったより早くっていう、この面白い10人、はい、と日本の社長さんね、誰とも俺分からんねんけど。こんだけいろいろ言って分からないんですか最後。でもやっぱりジャルジャルなんかな、分からんけど。そのキャリアとかいろいろ考えるとってことですよね。でもね、この GAG もね、 GAG さんね、僕でも日本の社長さんはその決勝3組に残ると思いますけどね。僕も思います。あ、そう、だから当然俺も残ってほしいと思うし、はい、やっぱそこまで行く日本社長、僕はそう行く、刺さるんちゃうかなと思いますけどね。うん、今これ想像難しいのは、はい、ジャルジャルのマックスおもろいのを俺思い浮かべたんよね。あのね、 GAG のマックスおもろいのも想像したわけよ今俺、はい、でお前ら日本の社長のマックスおもろいのがこうイメージあるやん。だから、はい、要はマックスおもろいのを弾いたら多分行くんよね。だからなるほど、出せたらっていう、出せたら、だからそのネタによるとしか言いようがないかな。なんかでもジャルジャルさんとかそのって僕らはジャングルポケットさんも知ってるじゃないですか、ネタの感じどんな感じなのかっていうのが、うんうん、でもそのタキオンさんとか日本の社長さんとかあって、そのロンコードダディさんも多分全国の人からしたら全くどんなネタするのかわからないっていう。まあそうやね、完全ダークホースで爆発した場合っていうのが、ただね、ただね、ただね、一本やったらそうやと思うね。ああ、そうですね、一本勝負やったら、うん、はい、日本ってなってきたときってまた俺ちょっとちゃうと思うのよ。はい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 。一つ言えることはもうみんなわからんわ。まあ俺落ちてる俺が言うてももう何の説得力もないから。まあ、これちょっと僕聞きたかったんですけど、うんうん、あのキングオブコントの最初の方ってあの、うん、その審査員が芸人やったじゃないですか。うん、準決勝まで行かしてもらったよ。うん、あの時のその審査って自分の中でどんな感じで見ながら審査したのか、雰囲気とかってどんな感じだったんかなって僕見ながら思ったんですけど、まあ、僕はあのバッファロー五郎さんが優勝された時に僕は客席いてましたね、はい。俺は思ったのはあそこに行ってる時点でそういうしがらみないと思うよ。
純粋にも。だってもう自分がプレイヤーで勝負してきて戦場に立ってた時って俺邪念ないと思うのよね。なんかそのまあ、こいつが好きやとかそのこいつが嫌やとかっていう、そんなん全くなく、もう単純におもろい方に入れようっていう、いやそうならざるを得へんと思う。あの場におって自分がこう思ってて、はいはい、ほな例えばお前らがさ、はい、命かけてこの職業に就いたわけやろ、はいはい、でもしお前らそこでさ自分がこの立場でなんか変な気持ちで押したら、はい、自分 お笑い続けていく自信ある？まあね、確かに逆の立場になった時にもあれですし、そうだからお笑い嘘ついけへんくない？そうですね。だからこの後この仕事を20年30年続けていく時に俺嘘はつかれへんなっていう。柴田お前塾長のめちゃくちゃかっこいいコメント引き出してるやんけお前。いやそうですね。いやそれは俺は別に、実際バファローゴーさんに入れたけど、でもそれは面白かったから入れたから、別に先輩からとかそういうの入れたんじゃなくて、うん、それはもうみんな同じ気持ちだと思う。アコに行く人間ってそんな変な人間おらんもん。まあそうですね。いやアコに純粋にねお笑いが好きな人たちがね、うん、そしてダウンタウンさんがおられんねんで、はいはい、神様みたいな人がいてる中で自分のうがったことはできへん。やっぱもっと純粋に思うか思んないかをなるほどやるっていうことをしないと今後お笑いという職業に携われへんわもう。あそんな心持ちだったんですよあの時。そうだ、バチが当たる変なことしたら、うん、見てますもんね神様。 お笑いバチが当たってあのかなんかこう今までなんかちょっとミスして噛んだりして受けていった時ってあるやん、なんかああいうのはなくなる、はいはいあれって徳を積んでるからそうだ、徳積んでるからなんかここら辺で構ってくれるんだよ。そうあの構ってなんかうまいことやってくれたはんねん、あのお笑いの神様が、ね、あれは徳やったんや。そうだ、そうだ、構ってるんだよ。普段こうやって構へんやろ今あんまり。はい、そうですね。だからでもなんか大事なことは構やろ、うん、あれ神様やってくれてるんあの松本さんにコメント振られた時も八木さん噛んでましたもんね確か。だからそれ神様がね噛んだキングオブコント爆笑を取ってましたもんねあれね。あったそのシーン。そう振ってもらってね。そういうことでちょっとね、はい、見ましょうみんなでね。そうですね、はい、ちょっと楽しみに。もしも道に迷いそう。